だから引っ掛けてんだったら大きく切ってあげればいいじゃん、別に。大きく切ってからね、後からさ、猫が来たら勝手に取れるかもしれないし、誰か取ってくるかもしれないし、ね、後から取れるかもしれないし、そうすればいいのになと思ってさ。ちいちゃん、西通りの生放送見たら、そこに URL が書いてあったの。だから見たら、なんだこれって。なんか、この猫って書いてあるから、この猫って書いてあって、YouTube の URL 書いてあるから、何かなと思ったら、その西通りの放送でやってる猫なの。まあ結果ね、まあその取れて、無事取れてね、西野がなんか面倒見てんのかなんかしてるけど、可愛い猫だよ。可愛い子猫。なぜギリを攻めたんだろう、西野。わかんない。いや、あれはもう、虐待ではないけど、虐待ではないよ。別に虐待するつもり。ただ、おいって思うよ。おいって思うよ。普段ね、うなちゃんもアンチやら、俺にね、アンチコメント書いてあるけど、なんかしてんのに、あれはマジだろうと思うよ。そんなもん。もうそういうの、結構マニアックなの見てんだろ。俺いろんなものを見てるから。やっぱりみんなが見てるもので楽しみを共有したりとかもするのもそうだけど、新たに自分が発見したものを共有するのも、共有するというか、みんなに見てもらうのも必要だと思うよ。知らないものをね。エスカレート。でもまあ、あれはまあ、本当に助けようと思ってたんだろうね。本当に助けようと思ってたんだろうけど。よっさんところ黒も、そうそうそう。いや、そりゃ一見さ、ああ、黒、黒、黒。これぐらいの強さで叩いてるからね。結構な強さで、ね、ここの背中のところポン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 叩いてるから、それは、ね、初めて見た人からすれば、お前虐待だろ、それ強く叩きすぎだろって思うけど、もう黒喜んでるからね。でも。黒ド M だから。喜んでんだよ、でも。微動だに動かないもんね、本当に。いや、痛そうっていう、全然、痛そうに見えるけど、猫にとっては多分痛くないんだよ。黒猫、あのね、黒雪にとっては痛くないんだよ。絶対に。だって、痛かったらその場から離れるじゃん。絶対に。よっさんのところ離れるじゃん。そんなパン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 やられて痛いと思えば、猫だって逃げるだろ。全然逃げないから。微動だにそこにいる。じゃ、痛くないんだよ、だから。俺、バンバン、ほんと結構、強えなと思うよ。そうなんだよ。だから、そうそう、見た目虐待だなって思うかもしれないけど、でも、じゃないんだよ。猫がそこにいるってことは、痛かないんだよ、絶対に。じゃなきゃ逃げるだろう。そう、逃げないってことは絶対痛くない。だから、勝手な判断だけで、物事を虐待だどうこうだっていうのは違うよね。生き物なら嫌だろって言ったら逃げるだろうし、そういう態度を見せるよ。人間もね、動物も。でも、黒雪はあれだろうな。なんか、よっさんも黒雪のこと大好きだし、黒雪もよっさんのことが大好きなのがわかる。ねえ、俺も覚えてるけどさ、よっさんところの前の家のさ、小窓のところからさ、黒猫が入ってきてさ、わあ、猫が入ってきたっていうところから始まるね。俺もその頃から知ってるからさ、猫が入ってきて、で、ね、猫が入ってきた、よっさん最初は放置してたけど出てった、そしたらまた入ってきたっていうのから始まり、そんでよっさんがじゃあね、いつの間にか猫を飼うことになってんだよな。そっから始まってんだから。そう。だから、カールいらっしゃい。あの黒いからすれば、ね、こうやってあったかい部屋で、そして餌もくれる、ね。わけわかんない汚いおじさんが。でも、外で生活してたら、ね、野良猫だから、よっさんの部屋が汚くても、居心地がいいんだと思うよ。きっと。ね、餌もくれるし、すごくね、よっさんの愛情を感じる、俺は。そう、迷い猫からだから。動物嫌いじゃないよ。
だって、本当におっさんの黒雪への愛情、それとも親父への怒りなのかわからないけど、親父がムカつくだけなのかわからないけど、親父なんて扉開けな、開けんなって言ったのに、開けたんだよ。黒雪しないじゃないか、探し来いよ。俺足悪いんだよ。黒雪どこに行くか探し来いよって、すごかったもん。もう、どっち、ね、自分の実の親父と、ね、ペットの猫、もう、親父ボロクソ言って、てめえ探してこい、こんにゃろ、こっちは足悪いんだって、てめえ、ふざけんじゃねえって、すごかったもん、マジ。親父ボロクソ。マジで。運命だよ、あの出会い方はね。すごいんだ。俺動物で、自分の彼女のところの犬連れ、のんちゃんが預かってくれてた時、預かって、戯れてた。親父にあの口の利き方はない。金が人を変えたんだよ。いや、俺でも、よっさんの黒雪に対する愛情は、最初はね、なんか見てられなかったっていうか、黒雪を使って金儲けを考えてたけど、まあ、それだけじゃないよね。そんなのは当てにしてないっていうか、まあ、ネタだろうな、よっさんの。正直、黒雪でいっぱいお金が稼げると思ってないだろうし、ただそれはネタだよ。ただ本当に本当にね、黒雪のこと好きなのはわかる。本当に。優しさ出てるよね。泊まりに行く、最初の頃はだって泊まりに行くのも躊躇してたもんね。黒雪がいるからって言って、躊躇してたもん。餌どうするか、ああするか、こうするかって言ってて。ね。今は親父と一緒に住んでるけど、前は離れだったからね。今は親父と一緒だから、そう、親父に頼んでるけど、前まではやっぱりよっさんね、離れに住んでてこうやってやってたから。よっさん不潔だって言ってたって、野良猫だって外で生活するとか不潔なわけじゃん。なんかさ、猫をどっかで買ってくる猫でさ、こうどっかでね、ペットショップで買ってきてさ、それで飼う猫と同じような生活が基準になってるからさ、野良猫なんて汚いわけじゃん。だろ？風呂も入らないでさ、あんなもんさ、雨水とかかぶったりとかさ、まあ、そこら辺の菌さ、つけてさ、いるわけじゃん。だから、俺はそれを考えたら、ね、予算の黒雪って、全然いい生活してると思うよ。全然不潔でも何でもないだろ。ひなっていらっしゃい。俺、清潔じゃないですよ、俺も。実はもうね、3ヶ月ぐらい風呂入ってないから、俺。なあ。でも、よっさんのリスナーも黒雪のこと好きなんだよ。昔から俺らしゃ、他の猫を飼おうと思う、白雪を飼おうと思ってたら大反対してたもんね。だからね、白雪で、ね、白い猫を飼おうと思ってんだけど、みんな花火を投げてくれたら、飼うんだったら投げねえって言い出したもんね、みんな。絶対投げない。飼うんだったら、絶対ね、黒雪はかわいそうだとか、絶対ね、育てられないとか、そういう意見多くて、絶対花火投げねえって言ってて、そうそう。そんで、じゃあ飼うのやめるって言ったんだよ、よっさんが。これね、こんだけ反対意見が多いんだったら、花火もあげねえってみんな言ってるし、じゃあ飼うのやめるって言ったら、すっげえ花火飛んだ。ちょ、マジで。すげえなと思って。花火買う、ね、だって、猫を飼うって言ったら、絶対ダメだって言って、誰一人花火投げなくて、そんで、ね、じゃあね、みんな花火投げねえって言うし、買うのやめた方がいいって言うから、ね、じゃあやめるわって言ったら、花火飛んだもん。すっげえ飛んだ。だから、それくらいやっぱ黒雪愛されてるし、よっさんのこと考えてるリスナーがあそこ多いんだよ。すごいよ、だから。そこは。いや、よっさんの計算じゃないでしょ。よっさんも黒雪だけじゃもうネタに飽きてるから、まあ、ね、今度は白雪で一緒にな、こうやってさ、仲良くこうやってやってるところを見せたいなというふうな計算があったと思うよ。ただ予想外にみんなが拒絶反応を示すから、多分、その、よっさんの放送を見てて、あそこ、子さんの人多いからさ、その、黒雪との出会いもあるじゃん。だから、
あれはあくまで、その、野良猫をよっさんが飼って、そういう風な出会いがあったからよかっただけで、猫を飼って、ね、お金を出して買うのは、ちょっと違うんじゃないのっていう考えもあるんじゃない？黒雪がいるから。順序いらっしゃい。黒雪がいるから、なおさらね。俺はそう感じたけどね。俺もどさくさに紛れてロケット投げたけど。本当に。そう思うよ。よっさんでも、なんか変わらず、たまーにだけど、そういうの見せてくれるよ。まあ、野良猫だったらよかったのかもしれないけどね。たまたま、ちょっと黒雪との出会いがな、ちょっと変わってたからな。変な小窓から入ってきたからな。そう、奇跡の出会いで、ほんと自然に見れたものだからね。意識してできることじゃないからな。まあ、いいことだよ、でも。でも、猫ってな、あんなに懐くんだな、と感じる。野良猫が。運命ですよ、あれこそ。デスティーノですよ。そうか。というかさ、明日台風でしょ？明日もまだ台風なんでしょ？台風。明日台風じゃん。台風にね、出かけるのはね、雨降んじゃん。でね、実はね、明日、明日16日でしょ？明日ね、映画見に行く予定だったのよ。だいぶ前から。だいぶ前から映画を見に行く予定で、自分の彼女とね、あの、なんっけ？なんて映画だっけ？そう、明日午後には晴れるのよ。明日映画見に行く予定だったのよ。前から決めてて、だいぶ前から決めてて。そう、トイストーリー3か 4？ うん、榎本いらっしゃい。そう、だいぶ前から決めてたの。たださ、まあもう夏だからさ、雨なんか降らねえって考えているじゃん。だから16日行こうねっていう話をしたんだけど、今のところさ、雨の予定なんだよ。だから文句言ってきやがってさ、マジでさ、文句を。明日ね、16日ね、映画行くって自分から誘っといて忘れてるのかって。忘れてねえけど、台風でさ、雨がさ、降ってくるね。雨が、明日午前中まで雨でしょ？午後もさ、雷雨が降るかもしんないのにさ、そんなさ、1日や2日待てねえのかと思うけどね、俺からすりゃ。もうちょっと考えろよ、天候って思うよ。16日って約束したけど、夏場雨降んねえって、ね、計算でいるからさ、な、こんな台風が来るなんて突然思わねえじゃん。もうちょっと自分のことだけじゃなくてさ、天候だったりとかさ、状況判断ってできねえかな。行くのは全然構わねえんだけど、んなもん、金だって明日16日だから、明日換金するんだからさ、別に金はあるし。いいんだけど、天候とか考えてもらいたいよね。雨ん中さ、な、映画なんか見に行かねえだろ、大雨ん中。普通。いや、楽しみにしてだって、楽しみにしようが何しようが、俺が天気変えられるんだったら変えるよ。どこの世界に土砂降りの雨の中行くんだよ、あんなもん。台風来てんのによ。なあ、強風が強い中行かねえだろうよ。一日や二日ずらしたって別にいいだろうよ、そんなもんさ。だったらさ、晴れの日に行った方がいいじゃん。んなもん、な、こっから何日も雨降るわけじゃねえんだから。何日も雨降んないでしょ？もう、明日の午前中までなんだよ、雨は。な、午後じゃあ出かけますかって言ったって、午後だってわかんねえだろ、天候が。雨が午前中降ってる状況で。だったら、みんなも明後日とかに行けばいいだろうよ。普通に。その後どうせ飯食いに行ったりとかさ、遊んだりとかすんだからさ、普通に考えてよ。映画も1時間半から2時間ぐらいか、今の映画って。まあ、多分そうだろ？ 2 時間、まあ、長くても2時間半とかでしょ？だからそれぐらいで飯食ったりとかどっかでちょっとショッピングモールだかわかんないけどなんかそういう場所回ったりもするんだろうからさ、それ考えたら絶対にさ、そんなもん晴れの日にね、行った方がいいに決まってんでしょ。そんなもん。この人ね、何の予告もねえのよ、文句ばっか垂れて。だったら最初にさ、明日映画どうするって聞きゃいいじゃんと思うの。文句ばっか垂れんのよ。最初にさ、
言うべきなんだよ。だから明日映画行くってなったけどどうするって聞けばいいじゃん。なるってね、ちょっと天気が明日午前中良くねえから明後日にしようって言うだろうよ。文句も考えてもらいたいよね。一日だけずらしゃいいじゃんね、あんなもん。